皆様、ご苦労様です。暴力団の特徴は、相手に恫喝を加えるか、あるいは利益を供与し、相手をひれ伏せさせる、そうやって寝食を満たす、そういったものがヤクザの典型的生態ですが、同じ生態を持つ国家が中華人民共和国でして、そしてその中華人民共和国に脅され、あるいは利益を受け、安倍政権を批判しているのが左翼マスコミと左翼政治勢力であるわけです。暴力団に嫌われる、あるいは恐れられる警察官はいい警察官。安倍さんは我が国の歴代首相の中で最も中国から嫌われ恐れられている首相であります。従いまして、あの暴力国家、覇権主義国家から嫌われる恐れられる安倍首相はアジアの平和の守護者であるわけであります。この一点だけでも我が国の未来を思う国民は断固支持しなければなりません。もちろん安倍首相にも批判はあるようです。しかも上京した理性もない、そして内容もない、そういった批判が噴出していますが、そのような批判キャンペーンを行っているのが、先ほど言いました左翼メディアおよび左翼の政治勢力、この勢力は暴力国家中国の覇権主義に対して真っ向から批判をしないばかりか、逆に中国の利益の供与を受け、あるいは我が国及びアジア諸国への中国の統括に加担をしている、そのようなことをすれば中国が怒る、中国と長くしなきゃダメだ、だから安倍政権は中国に抵抗してはダメだと言わんばかりの論調を繰り返しているのが朝日新聞であり東京新聞であり毎日新聞、その他の NHK、 その他ほとんどのマスメディアがそれである。そしてそれに呼応しているのが薄汚い左翼政治勢力、いまだ自分たちが前線の時代だと勘違いし、マスコミに踊らされ、あるいはマスコミを踊らせている愚かな国を売る人々、このような人々は中国の手先なんであります。その調査にこういったマスメディアやこういった勢力のデモ、こういったものは実は中国共産党の御用メディアの安倍批判報道、安倍批判キャンペーンでいつも引用されているんです。つまり完全に日本の左翼と今世界各国各民族を脅かす中華人民共和国はタッグを組んでいる。そしてその過程の上で中国に歯向かう安倍政権を気違いのように攻撃を加えている、そういった状況にあるわけであります。全国の国民はこのような左翼メディア、左翼政治勢力の暴言教本、こういったものに惑わされてはなりません。そして今一度安倍政権が、安倍首相がなぜ覇権主義国家中国からここまで切られているのか、それを考えなければなりません。中国は、安倍政権はアメリカの総理、中国を挑発していると言っている。それはまるで暴力団が、警察が我々を挑発していると言っているようなものである。こういった中国に利用され、あるいは利用する左翼勢力に
我々国民は騙されてはならない。本気で国を守るというのは、まずはこのような低俗な左翼のデマに踊らされないこと、そういった認識を持たなければ、いつまでもこの国は左翼勢力の影響を受け続けるんです。仮に今安倍首相が退陣した場合、それに代わって中国の覇権主義に抑止力を発揮できる、そういった外交を展開できる、あるいは防衛政策を展開できる政治家はいるでしょうか。いない。残念ながらいない。だからこそ中国はこの唯一中国の前に立ちはだかる安倍を打倒したい、そしてその意をまさに組むかのように、日本の左翼勢力、売国勢力は反安倍で共闘している、そういった状況があるんじゃないでしょうか。こういった現実は誰も否定できないはずなんです。従いまして、今国民は左翼メディアのミスリードによって現実を見ることができなくなっている。そこで我々有志国民は少数であるとはいえ、このように真実の声を上げ、覚醒を促すものであります。安倍首相のインド太平洋戦略、これは重大な意義あります。なぜならば、今現在進行形で中国を名手とする、あの侵略国家を中心とする新しい世界秩序建設が進んでいるところなんです。一帯一路というのはまさにそれであります。南シナ海での軍事基地建設もそのためのものであり、そして尖閣を取り東シナ海を支配しようという、そういった動きもその一環であり、そして台湾攻略のために軍備拡張に勤しむのもまさにその一環なんであります。こういった動きに対し、一つ一つに安倍政権、安倍外交が対処しているということを国民の皆さんはご存知でしょうか。もし安倍さんでなければこういった外交はできません。仮に鳩山市長のように、かつての民主党のように、中国と仲良くするのを大事と考える、そういった政権が、政治家がこの政界にはわざとおりますが、こういった連中が実権を握れば、まさに中国の拡張のうごめき、抑止するものがアジアではなくなってしまう。だからこそ我々は何としても安倍首相には頑張っていただきたい。そして安倍首相のこういった平和を守る営み、妨害するものは、我々はまさに平和主義の立場から断固として粉砕しなければならないんであります。そういったことを我々は今日この場で全国の国民訴えたいと思います。弱すぎる国民に訴える、まだ目覚めてない国民は目覚めてください。それに訴えます。ありがとうございました。